それでは田山浜口ヘッドコーチの記者会見を始めます。まずは試合の総括をお願いいたします。はい、最後の、インタビューでも言ったんですけど、まあ、アシスタントコーチ陣が非常に、まあ、スカウティングと練習メニューに関して非常にいい準備をしてくれたので、まあ、攻撃力のある広島さん相手に、68点と、特にスリーポイントの部分であったりニック・メイヨ選手の部分であったり、そういうところを今日は、しっかり対策しながら準備してきたので、まあ、結果が出たんじゃないかなと思います。以上です。ありがとうございます。ご質問のある方挙手をお願いいたします。はい、お疲れ様です。今日マンツーマンもすごい良かったなと思ったんですけど、最近どう変わりますか？そうですね、マンツーマン非常に良かったと思います。まあ、今週はスイッチ使いながら、まあ、今日はですね、スイッチを使いながら、まあ、ニック・メイヨ選手のところであったりトーマス・ケネディ選手のところ、まあ、前半は少しケネディ選手にやられてしまいましたけど、それでもこうチームでやられたというよりもどちらかというと彼の1対1でやられたという感じだったので、まあ、非常にうまく守れたんじゃないかなと思います。マンツーマンが良くなった先輩向きな理由というのはどんなところがうまくありますか？そうですね、まあ、今日もあのプレータイムがシェアできて、まあ、出てる時間、彼らが非常に選手が集中して、まあ、アクティブに動けるようになってきたというのは、まあ、今日のゲームに限っては非常に良かったんじゃないかなと思います。今日であの60試合中31試合真ん中過ぎて、どう変わってますか？攻撃でもすごい。そうですね、まあ、開幕当初は、まあ、8連敗したんですけど、まあ、その時は、まあ、ジョッシュ、ブライスも含めてですけど、なかなかこう調子が上がってこなくて、まあ、そこでなかなか勝ちが拾えなかったんですけど、まあ、シーズンが進むにつれて、まあ、そこからは5割も来てますので、まあ、チームとしてはだいぶ連携であったりシステムであったり考え方というのは浸透してきているとは思います。ただ、まあ、同じようにそのチームも時間30ゲームを超えてチームとして成熟してきているので、うちが良くなっているかってすぐポイント上に行けるってことはなかなかそう簡単じゃないですけど、まあ、うちが引き続きまずは5割目指して頑張りたいなと思います。ありがとうございます。その他ございますか？はい、田村さんと申します。今見た試合は信州との開幕の最初の試合だったので全く違うチームだと思うんですけど、こうブライス・ジョンソン選手とさっきの主婦の例えばスイッチなんかでやっぱり彼がいるっていう大きいと思いますし、タイム試合もそうだと思うんですけど、彼のこう働きだったりチームに向けるこう、まあ、重みみたいなものっていうのはいかがですか？そうですね、やはり開幕当初、それこそ8試合、10試合、過ぎるまではなかなか彼の良さであったりとかいい部分というのをこう、まあ、引き出してあげることができなくて、チームともなかなかフィットしてしなかったんですけど、本当にここ最近は、まあ、ピックアンドロールの部分であったりとか、あとは、まあ、今日の特に前半そうですけど、やっぱ彼は走れるので、また先頭を切って、走るとファーストブレイクが出るとやっぱりチームにもエナジーを与えることができますし、今おっしゃったようにディフェンス面も彼がいると、今日は彼がいたのでやっぱスイッチして、小さい寺島君であったり辻君であったり、彼がいることによってこうアクティブにスイッチできますので、そういう部分で、非常にチームとしても上向きになってきているんじゃないかなと思います。あとはやっぱリバウンドですね。彼はリバウンド非常に
獲得率が高い非常に強い選手なので、まあ、その辺がチームとして少し安定するようになったんじゃないかなと思います。当然そのジョシュア選手はやっぱり素晴らしい選手ですけど、ある意味対照的なタイプの2人を使い分けるみたいなので相手としても多分やりにくいというか、2つの強みがこうチームに生まれたのかなと思うんですけど、それあたりってどうですか。本当にその通りだと思います。まあ、ジョシュアも本当にインサイドのパワープレーで、ねじ込むことができるんですけど、ブライスはやっぱりピックアンドロールで、ダイブしたり、やっぱり彼はあとは、まあ、パスも上手な選手なので、たまに離れもいいというのが彼のやっぱり魅力じゃないかなと思います。あとは今まではなかなか使い分けるという、本当にそういう意味でもジョッシュとブライスを一緒にコートに立たせるということで、なかなかチームが機能してなかったんですけど、やっぱり今は彼ら2人が同時にコートに出るときでも非常にチームとして機能するようになったので、まあ、そこがすごく大きいんじゃないかなと思います。